目のお客様です。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。また素敵な女性のお客様ということで、今日はね、はい、本日お二人目のゲストでございます。ピアニストの大塚恵里さん、どうもいらっしゃいませ。こんにちは、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあプロフィールをご紹介ください。はい、では改めて、ピアニストの大塚恵里さんです。大塚さんは内外の著名演奏家と数多く共演なさっているほか、著名バイオリニストのマスタークラスピアニストを多数務めるなど、貴重な室内楽ピアニストとして第一線でご活躍です。東邦学園大学音楽学部弦楽科嘱託演奏員を歴任し、2010年夏から信州クロイツェル音楽村を主催、2013年から2015年、ピアノ室内楽シリーズアンディアムを開催。これが大きな話題となりまして、2016年からは新たにアンディアムパート2、若手演奏家を応援するシリーズを九州、水戸、東京でスタート。また昨年からは川口リリア催し広場にてリリアの室内楽をプロデュース。現在 FM 川口 E フレンズ、世界へ羽ばたく音楽家たちのパーソナリティとしてもご活躍です。今日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ご説明いただきました。大塚さんはね、もう本当に世界的なあのアーティストと共演されてる、うん、まあ、なんですか、アンサンブルの、はい、そうですね、ね、はい、アンサンブルの分野で聞かせていただいております。ピアノを始められたきっかけっていうのは、はい、なんか2000人の中から選ばれたというのがきっかけって聞いたんですか？なんかその数字をね、伺うと、はい、もうびっくりなんですけれども、はい、実は、小学校受験のためにの経験として、なんて言うんでしょうか、 NHK ピアノのお稽古生徒募集、はい、ありました。あの一般のね、どなたでもはがき1枚で投函して応募できる、はい、あの形だったんで、その当時は、はい、でそこで、大変幸せにも、2000人の中の NHK が選んでくださいました2人の一般少年少女の1人に、はい、残らせていただいて。すごい幸運ですよね。幸運ですよね。私何度も NHK の そのスタジオに行って、オーディションのなんか、はい、何人かに絞られていくの、うん、何人も何回も通ったのを見てましたよ。まだね、多分出ておられた時は僕と同じだからね、まだ白黒ですよカラーじゃないですよそうでしたか本当にそうなんですよ、うん、本当に素朴な。そうでもね、はい、すごい面白い。あの子供だけじゃなくて大人も出てきたりもね、するシリーズもあったりして、あのいろんなレベルで、うん、あの町の少女、ちょっと専門的な人、もっともっと専門的な人っていう、そのいろんなレベルの子どもたちが出ないと、はいはい、ね、遠くなっちゃうじゃないですか、うん、なんかピアノを弾くという、お稽古をするという世界がね、うん、なんかここからね、はい、スタートされた大塚さんのピアニストとの人生ですけど、うん、結構ね、波乱万丈っていうか、そうですね、まず最初は中学生、そうですね、はい、あの小学校そのきっかけで英才教育、まあ、専門的な音楽教室に通って、うん、まあ専門的な教育を受けるんですけど、うん、そのまま高校大学と行けるような学校だったので、うん、そこでそのまま行くつもりで生活してたんですけど、うん、中学3年生の時に、受験生の時に血液の病気をいたしまして、その学校の高校に進めなくなった。進めなくなった。でもね、そこでまた新たに、その進めなくなりましたけど、せっかくということもあって、その音楽教室の曲、卒業試験で弾ける曲で入学できる学校に入学をさせていただいて、そこの縁でアンサンブルという世界 に伴奏の学科があったわけですね。そうです、その伴奏法という授業がきちっとあって、うん、ピアノのソロと伴奏法と試験がこう点数がきちっと出るような形の授業があって、うん、そこで先生方に、あなたはその世界に行くのがどうでしょうとすごく勧めていただいた。で、大学に入ってからはもう本当にその勉強してみたいと思って大学に入っておりますので、その、まあ、順調にそのままお仕事をさせていただいてたんですけど、またそこで、はい、子供を結婚いたしまして、子供を産みました。まあ、1歳になって、そのちょうど子育てでピアノを弾いていくのはどうだろうと、演奏活動悩む時にまた、主人が
突然他界してしまうということになり、ね、そしてまた、まだ若かったんですよね、はい、まだ33、ね、と35だったんですけど、でも私ですからピアノ人生といたしましては、自分でどうだってこう選んで切り開いていったとか、そういうことではなくて、もう何かが起きてしまうというか、起きる、で起きたことによって自分でいろいろ考える、でそして考えて選んでいく、でもそこにはね、いつももうたくさんの方々が協力してくださったり、もう手を差し伸べてくださったり、私の人生はもう本当に自分の力では全くなくて、子育ても私の母がね、もうほとんどやってくれて、だからピアニストとしてもう伴奏のプロフェッショナルでいらっしゃるんだけど、はい、こうたくさんの伴奏をしてくださる方がいらっしゃったっていうことかもしれませんよね、はい、うん、もう本当にご一緒にね、聞いて、でも、はい、でも本当に私は今あるのはもう皆さんのおかげなので、ありがとうっていう気持ちしかないです。そのことをやっぱりこれから、はい、お返ししようというか、そうですね、そういう思いがあるという、はい、もうその今のね、人生の中でこれからもう本当に後半になっていって、うん、私を助けていただいて、いろんな経験をさせていただいた方々の、うん、感謝、もうそれのおかげさまで今の私があるので、その感謝を何か、お返しと申しましょうか、お礼を申し上げたい、何か役に、私の微力ですけど何か力になることができないかと今思っています。でその一つがやはりその若い音楽家を育てるというか、はい、うん、まあ、あの裾野の広いところに、はい、あの向けてですね、はい、そういうこともされている、あの信州クロイツェル村の授業というやつが、その話をちょっとそれはもうね、本当に素敵な、ね、はい、はい、上田市を一望に見渡せるような山の上なんですけども、信州国際音楽村という場所なんですけれど、ホールもあり、その山の向こうにはコテージのようなこう研修センター、50人ぐらいの方々がね、泊まれるようなあの施設と、そして何よりも素敵なのは、その館長さん、スタッフの方々がね、大変あったかい人なんですよ。それでもうレッスンをしながら、もうお食事ももう全てそのスタッフの方が作ってくださった手作りの食事、朝昼晩、そしてそれだけ食べに行きたい、そう、その上にレッスンもし、みんなが一緒に生活をする、もう大変素敵な時間です。はい、何ですか、はい、信州はね、大塚さんが最初にこう賞を受賞されたりとかっていう、なんかすごくご縁のある場所でも、そうですね、立石の音楽祭で賞をいただきました、本当にありがたい。でもそれがね、すべてもうあの50歳過ぎ、あんまり自分で年言っちゃいけないわね、うんうん、でもあの人生を経てきて、もう今一度振り返って、このあと演奏活動どうやっていこうっていうところで、やっぱり自分の選んだ道を歩いていこうっていう気持ちで、アンディアモっていうシリーズなんですね。これはイタリア語、アンダンテ、学語の歩こうっていうことの、で室内楽なんでアンディアモっていう複数形になってるんですけど、そして私ちょっとさっきご紹介いただきましたラジオ、はい、イーフレンズというのも、うん、まあ、ちょっと英語の英語にしてほしいっていうことがあったんで、まあ、レッツゴーっていうことだとちょっとね、なんとなくクラシックじゃないなと思って、あやこさん浦和で、はい、隣村の、またなんかご縁をいただいて嬉しいです。でもやっぱり私にとって一番大切なのは仲間なんです、うん、だからフレンズで、アンサンブルの E でもあり、エリの E でもあって、E フレンズという、もうだから全てもう何て言うんでしょうか、みんなに支えてもらって、みんなでっていう気持ちが大きいですね。なんか素敵ですね、なんか豊かな人生ですよね。ね、やっぱりそれだけ支えてくださる方がいるっていうのは、やっぱりそれを大塚さんのお人柄がやっぱりそのようにね、してくださるっていうことですよね。でも本当にご縁をね、いただいて、今日もね、今日みたいになんか出会った方々が、またそこの輪が広がっていって、この人ってっていうぐらい、なんかこう、演奏家の仲間たちにしてもたくさんのご縁がね、広がっていくというのは、私の神様がくださった幸せなことかなと思います。あのコロナ禍なんですけど、これからあの春に向けてですね、はい、演奏活動も充実されてるんですが、まずあの4月に、30層の極みという、はい、
あ、これですね、はい、はい、これはもう私が本当に、一人になりました時に助けていただきました恩師の先生方、原田浩一郎先生、毛利白郎先生とお久しぶりに、水戸の佐川文庫さんというホールで、ピアノ三重奏ベートーベン、オールベートーベンプログラムという形で開催させていただきます。ここも素敵なとこなんです。はい、それからあの7月には、はい、あのやはり、外国の方との共演という、はい、ダニエル・ゲーデさん、はい、ゲーデ先生はそれこそあの音楽祭で、うん、もう17年ぐらい前からのご縁かもしれません、はい、よくよく考えてみると、ね、そこで、まあ、最初は、まあ、7年8年マスタークラスのピアノを弾かせていただきながら、あの本当に、いろいろ勉強させていただきながらも一緒にモーツァルトの、CD をリリースさせていただいたり、うん、本当に温かい方でね、あのあれ、有名なあのあれのウィンフィルの、はい、あのコンサートマスター、はい、若い時に ね28歳の時に先生コンサートマスターさん、日本にもあの随分来日の機会があって、はい、もうたくさんファンの方が多い、あの大変日本通でらっしゃって、そうですね、中トロとウニが好きっていう情報をあの私そうですね、はい、あのお寿司大好きだそうです。はい、はい、そうですか。7月はこれは、はい、日経ホールはじめとして7月の27日、はい、27日、はい、何曜日でしたっけ、ちょっと分かりませんけど27日火曜日ですね、はい、27日火曜日にまず福岡アクロスでのランチタイムコンサート、はい、そして30日に東京日経ホール、はい、この日経ホールさんは半分ずつのお客様で、はい、2時と6時半とこう2回公演になります、はい、そしてその翌日31日に、やはり水戸の佐川文庫さんでもコンサートさせていただくので、この夏は3回ご一緒させていただいてとても楽しみです。ぜひ、ね、楽しみですね。東京の時にでもね、伺いたいですね。はい、はい、それで今日は特別にこのダニエル・ゲーデさんからメッセージが届いているということでございますので、はい、これはね、これサプライズですね、まあ、日経ホールさん、まはい、のメッセージなんです、ね、日経ホールじゃちょっと借りてきて、はい、どうぞ。 Hello, my name is Daniel Gede. I play the violin and I'm very much looking forward to coming to Japan next summer and to playing a concert together in Nikkei Hall in Tokyo on the 30th of July together with my long-time piano partner Eri Osuka-san. Together we will present to youa program with three different romantic sonatas from three different countries and styles. We'll play sonatas by Johannes Brahms, Edvard Grieg, and César Franck. I very much hope that you will have time to join us and to enjoy these wonderful sonatas together in July. Hope to see you there. Take care. Bye-bye.ブラームスその他 の, あのことをあの演奏しますと、でお寿司も食べたいとおっしゃってました。あ、はい、そのことは、はい、そうですね、よくわかりませんが、はい、中で思っててくださったらしいなっていうメッセージ、ぜひ皆さん聞きにいらしてくださいねっていう、ね、メッセージでしたね。コンサート会場でお目にかかれますことを楽しみにしております、はい、皆様 とても優しい笑顔でね、はい、はい、メッセージくださいました。本当に温かい方です。はい、それじゃ あの本当に名残惜しいんですけれども、お時間でございますんで、このゲーデさんとの共演の一曲を、はい、お聴きいただいてお別れをしたいと思います、はい、曲目はモーツァルトの、ピアノとバイオリンのためのソナタケッフェル304より第二楽章をお聴きいただきたいと思います。大塚さん、今日はどうも大変ありがとうございました。ありがとうございました。